皆さんこんにちは、小松です。バンダイフィギュアライズラボの最新作アスカが届きましたので、制作中の作品を放置プレイして作っていきたいと思いますよ。箱を開けると早速出てくるのが今回の目玉、インサート成形による肌のシャドウ表現です。これはすごいな。小松も設計者の端くれですが、設計とかなガタ職人さんが相当すり合わせをしていかないとこんなのできませんよ。立体感も濃淡もはっきり出ていていいですね。他のパーツも開封していきます。このパーツはバンダイ大得意、多色成形ランナーですね。台座はクリアブルーで成形されていてかっこいいです。髪の毛ランナーはフミナとよく似た感じ。そういえば先端が尖っているとダメだから、ガンダムのアンテナは意図的に丸くしてると聞いたことがありますが、これはいいんかな。お次のパーツはフレームパーツとでも言ったらいいんでしょうか。多分ここに先ほどのインサート成形パーツを取り付けて胴体になるんでしょう。次は顔止めのパーツ。こちらもインサート成形でランナーが偉いことになってます。今回は瞳パーツにクリアブルーが入っていて、ドールみたいな立体感が出てますね。最後は足と腕パーツ。テカテカです。ということで、早速、まずはすぐにでアスカを拝みたいと思いますよ。胴体パーツから組み立てます。このあたりはいつもの通りニッパーカットをして、湯口をきれいに処理して組み立てを行います。インサート成形パーツはニッパーカットの際にクラックが入ってしまわないよう、湯口の少し離れたところをカット。パーツを切り離してから、残りの湯口を再度ニッパーでカットします。いわゆる二度切りですね。最後に、アートナイフで針をカットすれば、湯口の処理は完了です。今回はすぐにですが、次回からいろいろと改造したりリペイントをしたりする予定なので、あらかじめパーツを外しやすいようダボ穴を半分くらいカットしておきます。ここにインサート成形の肌パーツを取り付けて胴体を組み立てます。尻パーツを取り付けます。このキット、尻秀逸ですね。サムネを尻にすると、再生数がやたらと伸びる気がするのは気のせい。まあ、今回もサムネに採用したわけですが。仮組みの段階では、シールや細かいパーツはなくしそうなので、取り付けずに進めます。ここのマイナスモールドパーツは、金属製パーツに置換できそうですね。高速部的なフレームパーツを取り付けていきます。そういえばツイッターでも投稿したんですが、最近あまり動画投稿ができてないです。申し訳ない。プレミア配信をするようになってすごく視聴者様とのやり取り楽しませてもらっているんですが、チャットでやり取りするなら動画は長めにした方がいろいろコメントやり取りができるかなと思って30分弱の動画したのが影響、トレコーがたまらない状況になってしまいました。30分動画を作ろうとすると、月1動画アップがやっとの状態なので、今後は10分程度の動画を頻度上げてアップしたいと思います。その分、プレミア配信はすぐ終わってしまいますが、頑張ってコメント拾うようにしますね。最初はホイッスルか?と思っていたコンソール的なパーツ。この辺りのパーツはディテールアップをしていきたいですね。
詳細資料があるかわかりませんが。足パーツを組み立てていきます。足パーツにあるセンサーみたいなモールドも金属パーツに置換したいんですが、これってプラグスーツの内側にあるんですよね。外に出してしまおうか。足パーツも別パーツの組み合わせになっています。足の裏のスパイクは金属パーツに置換しますかね。ほとんど見えなさそうですが、足と胴体を組み合わせます。少々入れにくいものの、入れば隙間なくピタッとはまります。この当たりは刺すバンダイですね。腕のパーツも同様に組み立てると、インサート成形の肌パーツが外しにくくなるので、ここも高ハメ加工をしておきました。胴体パーツ同様、差し込みリブを半分ニッパーカットしています。胴体に取り付けます。ガキがたまりませんな。顔のパーツを作っていきます。目のパーツ、フミナと違いクリアブルーの樹脂でドールのように立体感のある目を再現していますね。これはこれでかっこいいんですが、やはり小松はアイペイントがしたいので、多分白レジンに置換します。顔パーツも多色成形で、眉毛やまつげなどが再現されています。目のパーツをはめ込むだけで、はい、マスカ。ここに髪の毛パーツを取り付けます。どうしても隙間が目立つので、髪の毛パーツはできるだけ接着パテで隙間埋めを行った後、顔に取り付けられるよう改造していきたいと思います。髪の毛の多いキャラ派や釣りがけが大変ですが、プラパーツだと幾分楽になるのでありがたい。金型成形なので、バリもなく、シリコン型特有の型か見込みによるモールド彫り直しもないですからね。ツインテパーツを取り付ければ顔パーツの組み立て完了です。顔パーツと胴体を合体させます。ツインでつける順番間違えました。先に腕をつけてからでないと腕が組み立てられないので注意です。絶妙な入れ角度確保してますね。一見入らないように見えて、髪の毛をすべて組んだ後でも入るように設計されています。最後に台座に取り付ければ完成。今回も台座にはこだわっていきたいですね。ということで、すぐにアスカが完成しました。へい、尻。せっかくなので、撮影ブースで写真を撮ってみました。サクッと組んだだけですが、10分入るのが素晴らしい。へい、尻。